院長のものですか？そうだ。腹水もあり、腹膜播種している可能性が高い。ステージ4で、根治は極めて困難です。そんな。ここまで悪かったなんて。このまま、うちの緩和ケア病棟へ移る。おかしいです。院長は私に、最後まで命を救うために全力を尽くすのが医療の仕事だと教えてくれました。なぜ自分の命を救おうとしないのですか？この命を燃やし尽くしてでもやるべきことがあるからだよ。私の命が消えても高森総合病院は残り続ける。マリア、私は諦めません。必ずあなたを助けます。君が瞬きをする音、目をそらした音さえ、こんなにもたやすく聞き分けてみせるのに。勝手すぎるでしょ。お父さん、お兄ちゃんも、うちの家族は本当勝手に。そうだな。私一人になっちゃう。正確に記録。